2 of Yakuza 0. So day 1 didn't exactly record the best. Well, actually, we didn't, the VOD isn't saved at all, so I don't think I'm gonna play back through that. I might, but that'll be later. That'll probably be at the end of this whole playthrough, if I do end up doing that. So, yeah, trying out a couple different things with OBS, so let's just, get right back into it. I am using a controller, by the way. Log us in. I don't know, we didn't get the
んでってくださいよ。よ、キリュウ、早かったな。すいません、柏木さん。お手間かけさせるような真似して。あの。どうもありがとう。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。そっから先何があったか大方予想がつく。久瀬のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。どういうことなんです。空の一壺で桐生が死なせたっていう死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。たはそれもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな桐生。とにかく久瀬と何があったか全部話せ。なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争っているってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。親父さん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け錦山。それより、久瀬の話に出た空の一壺だ。ええ、柏木さんは詳しくご存知なんすか。ああ、まず今神室町のある一帯に大規模な再開発計画があってな。堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょう。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一壺ばかりの更地があんだ。それが空の一壺。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げ